えー、早稲田節量の入数学ねやっていきますよ。えー、っとまず計算問題はできるようにしっかりとやっていってくださいね。2の4乗が16で、えー、この括弧を3回かけてください。マイナスを3回かけるのでマイナスになってこれは2乗が続いてるこの3を2回かけて9ね。でマイナス8と9を足して1になるよと。 で、えー、この3乗は2についてる二2の3乗でマイナスこのマイナスがついてます。で、えー、2の2乗は4で 4×6 なので2乗をさっき計算するんですよ。4×6 して四六二24と。でこれ計算してプラス16。で 16×1 で 16÷16 16で1になりますと。 次、簡単にしなさい。これ、まあ、通分みたいな考え方ですね。2分のと3分のなので、6で揃えましょう。なので、こっちは3倍しましょう。上と下3倍すると、3倍すると 3x 足す 6y。6 y で、こっちは2倍、両方2倍しましょう。ということで、2倍していくと 6x-8y。Y ここで、マイナス、えっと、ポイントなんですが、マイナスがついているのは、これ、全部についてるんですね。なので、 プラスに変えて中の符号を両方にか両方変えましょうそうすることで間違いが少なくなりますあとは xyx X 同士計算してマイナス 3x6y、えー、と 8y を足してプラス 14y ということで6分のマイナス 3x プラス 14y とできますで、えー、次まあ 3乗するとき、まあ、数字の3乗はいいよね3の3乗と4の3乗して 4×4×4 してるんですがえー、っと x2 乗 y の3乗はどうなるでしょうかとこれどう考えるかというと xxy のことですよねこれが3つあるんですよ。っていうことは x 何個ありますかというと2四六と6個になってるよね。 Y 割ってたら123個なんで y 3乗。だつまりどうなるかっていうと3を3乗というのは指数の指数はそのまま掛け算にできるんですね。X6 乗 y 3乗 Y3、まあ、これで覚えなくてもこれ公式として高校になったらやるんですがそうじゃなくてこう元から考えたらそらそうよねっていうのも分かってほしいですと。 で次このあーともう一個言うの忘れたこれ上についてるからね気をつけてくださいね 4xyx2 乗 y は上についてますで xy も上についてるので 64x2 乗 y2 乗なんですが割り算なので掛け算にしてひっくり返してください3も2乗してますで 6y の2乗はそのままあとは約分しましょう64が消えますで3で約分して9と2で9が消えます で、えー、y の2乗もここで消して、あとは x の2乗を消したらここは4になるよね。じゃあ数字はというとの2が残ってて、えー、x の4乗と y の3乗が残ってますと。はい、次、方程式の場合は、部、えー、っと、左と右が同じであると。この左と右が同じなので、左と右に同じ動作をしてあげてください。で、4倍することによって、えー、っと、 なんていうの、えー、この4分の1と分の1うっとしいので4倍しましょうという感じで4倍するとこの2分の1と約分して2になって2をこうかけていくんですね。2をかけた結果がこちらという感じ。でこれ4倍したらそのまま4が全部消えてそのままこれが抜き出されます。あとは x を左に持っていってマイナス 8x と 20x で 12x になりますと。 でこれは右に持っていってマイナス6になるので21と計算して15になるよと。でえっと12が邪魔なので12で割りましょうという感じかな。そしたら左が目標は x イコールなのでね12分の15約分して4分の5と答えてください。で次も一緒で二次方程式の場合はここに数字があること非常にうっとうしいので4をかけることでここ x 2乗にししてあげましたそうしたら、イコール0になるんですが、これできませんというか因数分解が普通はできるんですが、できないので解の公式です。2分の b プラスマイナス b ート b 2乗4 a c b 2乗4 a c が24なのでルート2 4つまり 2√6。で、 えこれ2両方約分できるのでこれここだけとかできないからね全部上と下を2で割るという感じなので4でここは 11√6 とは書かないので √64 プラスマイナス √6 とできますで次連立方程式ですがこれも簡単にまずしましょうと10倍上は10倍することで全部分数でも小数でもなくなるよとで12倍することでえっとここが 12をかけたら約分して3をこうかけていくと。で次12かけるから4をこういうふうにかけていくのよ。4 y く1 2で12かけるから −1。でこれをきれいにした結果がこちらということ。あとはまあ x の係数を揃えるなり y の係数を揃えるなりして消してインスム、えー、と連立方程式ぐらいはできるよね。できなかったらまあ別で練習してください。x がス1 y が2です。 で次因数分解しなさい因数分解というのは掛け算の形にしてくださいということなのでまず7全部7でくくれるので7でくくってあげます7で割って前にしてあげるという感じですよで x2 乗マイナス 5x プラス6掛けて6足してマイナス5こんな数字はマイナス2とマイナス3なんだとでこれで x2x3 と因数分解してください <coughs> <laughs> で次ルートの計算ですね2乗はこの括弧についているのでマイナスルート3ナスルート3は3でこれ有理化して上と下にルート3をかけてこっち下が3になって約分して2ルート3ですいいでしょうかで次ルート8は8って4る2ですよねで4は外に出て22ルート4は2なので2ルート2です でマイナス4の2乗これうっとうしいですがまず2乗から計算してあげるとマイナスじゃなくなってルート16ルート16は4ですよねでここのマイナスがここに来てますでプラス5そのまま書いてますで計算したのがこれでここを計算してこうねでルート2をこういうふうにかけていって2ルート2足する2ルート6。 でこれマイナスルート3をこうかけていくとマイナス2ルート6マイナスルート3とで2ルート6がこう引いて消えて2ルート2くルート3とできますはいで次右の図のように3つの辺が分かってて垂線を下ろした時の h、AH、の長さ を求求めめなさいじゃあ求めたいのを x としますただこれだけじゃできなくて、x、としたらもう一方の、まあ、この bh でも hc でもいいんですが y と置いて、えー、そしたらこっち10ひく y でしょ。んじゃあ ah の2乗、まあ、つまり x の2乗はここ左で考えると左で三平方の定理を使うと12の2乗引く y の2乗になってると。 で右で考えるとここの x の2乗はえ8の2乗引く10引く y の2乗となるとねだからまあこの12引く y 左も右も一緒なのでてか x の2乗が12の2乗引く y の2乗なのでこれをここの x の2乗に入れると考えてもいいですでえ解いていくと y は9と出ます でここが9なのでここの3平方の定理を使うことで x の二乗は12の二乗引く9の二乗で63で答えは3ート7とできます。で次底面の半径が5で、えっと、母線の長さが13の時の円錐の体積なのでまず高さを求めたいと。 ここの直角のになってるので3平方の定理で高さが出ます13の2乗引く5の2乗して144なので高さは12と分かりますあとは体積は底面積×高さ ×3 分の1底面積円の面積は半径を2乗して π をかけてでこれ高さね高さで3分の1をかけて答えは 100π とできます計算はできるようにね で次大小2個のサイコロ投げた和。で和というのは2から12までしかないですよね。足した数1から6やからね。その2個一番多くても66の12がマックスで11の2が最小になっているはずです。だから2から12の中の素数はっていうと素数って、えっと、約数まあ割り切れる数字が 他になないいいという1とうその数字以外ないこれやったら1と2でしょ。例えば8ってさ1と2と4と8があるよね。この2と4、1と8はまあいいんだけど2とか4で他の数字で割り切れちゃうとダメなのよ。ということで素数は2、3、5、7、11。なので2、3、5、7、11となるやつをこう丸していくと15個あるよね。ということで36分の15答え12分の5とできます。 で次 <laughs>、最短距離。まあ、これは、まあ、やり方を覚えるというか、もう、シンプルに数えていきましょうという感じですね。まず、一番上まで行って、一番右。ね。で、次、二個上行ったら、どう行けるかというと、こうしか無理よね。P 通りたくないから、こう行ったら、こうしかなくて、それで2。OK。で、次。じゃ一個上に上がった場合は、3。 4しかないよねで次もう上に上がらずに最初に右に行くパターンで言ったら4567あれ8通りあるんだけどな1 2 3 4 5 6、7、8やね。8通り。まあこれはちゃんと数え上げてください。で、えー、次3本の直線、どうやってやろうかと考えて、まあどうやってもできるんやけど、この赤で書いているのが条件としてあって、えー、5足す4でここ9でしょいい。ここが9になってると。で、全部の9に対して、いわばこっからここまでが9に対して、えー、っと、 EG やんな。EG な。えー、っと、ここにも線を引こう。こっからここが9に対して、あれ ?EG?9 に対して、じゃないわ。ごめん。9に対して考えたらダメだ。こっからここは12なのよね。で、 ここのここにも平行線を引いたら今ここを求めたいからねイージーえっと全部が 12, 12に対してこっからここまぁ12に対して、えー、こっからこここっからここは3なのよねでここの12は9と3を足してるんですよ12に対して3やとほんじゃあこっち AD に関しては全部が9なんですよね その中のえー、っとここを求めたい AE を求めたい AE 求めたかったら1 2全部の中の12分の3つまり4分の1をかけてあげることでここの AE が求まるわかるかな全部の中のここが欲しいからねじゃあ全部12の中の3やと3 12分の3をこっちの9にかけてあげることでここの AE が求まると で、あとは AE 分かったから AG が5でしょ。5から4分の9を引いてあげると4分の11とできますと。はい。で、次、平行四辺形の面積。これは簡単ですね。三平方の定理を使いましょうと。で、こう下ろしたら60度なので2対1対ルート3ですよね。なので、ここが2になって2のルート3倍ということで2ルート3。で、底辺かける高さで平行四辺形が出るので24と。 できます、はい、で次えー、っと接線を引いた時にこれまず分かってほしいのが、えー、こことここの長さは一緒になります。な、ね、ん <coughs> でかというとまあうーん一応簡単に言うと接線をこういうふうに引くでしょうそしたらここ接線ということはここ90度になってるのよね。いいでこれあの三角形の合同証明をすることができてえっとまず うーん接線よね。えっと、ここが共通よね。ここが共通。で、さらに言うと、こことここが一緒になるんかな。ええか。あ、ちゃうちゃうちゃう。ごめん。ここの長さとここの長さって半径で一緒やんか。で、90度やから、この三角形、この上と下の三角形、合同になってるのね。ということで、絶対こことここ一緒になります。ということで、ここ一緒です。ね。 <laughs> じゃあ一緒やから二等辺三角形ってことはこことここが一緒よね。ということで180からこの44を引いて2で割って68と。でさらに言うとこの接線というのは90度え半径か半径と接線ここ90度なので90から68を引いて22度とできます。で次これもイージーですね。こここの子に対する円周角あるでしょ ねまあ、どうやってもできるんだけどねこれを28やからこっちビヨーンと伸ばしたらえー、っとここも28でしょでこの94ってこの中心角に対する円周角はこの縫ったところは9 4る2の47で47から28を引いて19と。 で次出ました。これが難しいと思いますが、ちょっとどう考えるできる人はほんまにできるんやけど、まず紐をかけるイメージだと。A から B まで紐同じ、このサイコロに紐をかけていくんやけど、同じ面なので、このまま紐がこういうふうにかかるよね。で、A から C 行きたいけど、これ紐かからんから、どこに紐がかかるかなって言ったら、こういうふうにかかるかなっていうのがまず分かってほしい。で、次、B から C に紐をかけたいんですが、いきなり全然いけないので、 こここここここををここを通通通っっててここるとこういうふうに紐がかかるというイメージで六角形とすぐできてほしいんですがちょっとある程度説明しとくと切り口の図面というのは紐をかけるイメージですがこの同じ面上の2点結んで平行な面の切り口は平行になる面を伸ばすとまあ同じ面にあるやったら結んだらええやんということでこれで正三角形ができるこのパターンで次 え同じ面をここで結んであげてこことここは同じ面になるよねでどう考えるかというと平行に書くとまあこれ見たら分かるんですがこことここ平行に書くとこういうふうにここで交わるよねとで同じ面に来るのでここで台形を結びますで次同じ面にあるのをまず結びましょうとでそうなった後また平行な切り口を使う でまた平行にする。であとは最後結びましょうと。同じ面。で次これが今やってるやつです。六角形。これどうなるかというとまずここ結んだら平行にできないよね。でどうするかというとこういうふうにリリリ、えー、立体の面を拡張するんですね。でビョーンと伸ばしていきましょう。するとここに点ができますと。で次はここと平行に平行な切れ目を作りましょうと。で同じ面やからここ結んでこう。 で、こっからまた平行に <laughs>、平行に行きましょうと。で、ここね。で、えー、また次も、ここが平行やから、こういうふうに結ぶと。こことここね。で、ここを結ぶと。で、六角形ができる。まあまあ、今ので分かったら今のでよろしい。紐をかけるイメージは私ならできる。 はい次一次関数の式というのは y=x+b たすの a と b を求めるそんな作業ですね。a がもう分かっててあと xy のセットが6とス1 2というのが分かってるよとじゃあそれを全部入れたらこちらで、えー、6ここ計算して3やから3515で15を左に持っていってプラス1 5く1 2で 3b=3 とできます。で、えー、次 あそうね、で B をそこに入れて y イマナス2分の 5x+3 プラス3と書いてくださいで次、えー、っと食塩水の問題に関しては食塩水と塩足す水食塩水塩足す水とあと濃度と塩の量というのがポイントです塩の量はの食塩水かける濃度で出ますでこの塩の量の変化を見ていくと、まあ、大体溶けます 300g で9%パーやから 27g ね。で300引くまず、X、食塩水で X グ xg 取り出しますと。それがこちらです。xg 取り出しても取り出すだけなので濃度は変わりません。でも中にある塩の量は変わります。300引く x×9% つまり100分の9をかけた塩の量になってます。で、えー、水を加えた。 まあ元に戻した感じですね。x 引いて x 水を加えると。じゃあ濃度が3%パーになったよと。でも食塩水の濃度、えー、ごめん塩の量は変わらへんよねだって水を加えてるから塩の量は変わりません。でここで式が作れます。けるるがこれになるよと、ね、でこれで式を作ったのがこちら。で100倍して計算して2 0 0ムとできます。 次、もうこれは知ってないと無理やね。最頻値一番人数が多いクラスの階級値なんですよ。階級値がちょっと難しくて、階級値というのは、ここの真ん中なんですよ。ここの160から165の真ん中はっつったら600、162.5円ね。わかるかなこの感じ。ちょうど真ん中を答えてください。それが階級値になります。 まだ無数量出てこへんない、えー、次 y これ x の2乗があってここはマイナス1でこっちが b ですよとそういう問題です。えー、b の座標が327であるとき a の値を求めなさい327をここが通るんですね y これ x の2乗が通るので27と3を代入してあげると27イコール 9a で a は3とできます。 次 A が2の時つまり y=2x の2乗の時 y=10x が AOB を2等分するとこの時の B の値全て求めなさいこれどういうことかえっと直線 y=10x というのがどんな直線かというと原点を通ってこういうふうにいってるとねでここの交点が 交点じゃないごめんこれが左と右で面積に等分すると。で王を通って AB のここがここがポイントですね中点を通ればいいんですよ。A と B の中点を Y=10x イコール10 X が通れば2等分します。ね中点が Y=10x イコール10 X を通ればいいんだ。まずこれを 発想としてて思ってくださいじゃあまず中点を考えようと。中点は x 座標を足して2で割ると。それが x の真ん中。で y 座標を足して2で割ると。するとこういうふうになりますよね。あれ消えてな。2分のマイナス1たす b と。 たす 1> 1の2乗でこれを代入します。代入に代入するかかるこれを通るっていうことはこれに xy を入れても成り立つということなので y が 1+b の2乗。で x に2分のマイナス 1+b を入れるとこんな感じになってザザザッと計算すると因数分解二次方程式を解くことになって b が2と3とできます。で次。 <laughs> まあ、三角形のの面積の問題ですなでこのさよくあるのよねこの 2, 次2乗に比例する関数と直線があって OAB を求めなさいこれじゃあどうやるかっていうとえっとここを考えるのよ、えー、台形を考えるのよねこの台形からこことここを引こうと考えますなぜかというとえっとねここ座標がよく分かってるんですね何何何何と。 分かってる時は基本的にあの何が分かってるかって言ったらこことここもこことここも分かっててあの台形の面積もこの三角形2つもすごい求めやすいのでそうやってやることが多いですつまりそれを書いてます台形から2つの三角形を引いてください、えー、ここからここは b+1b+1、えー、がちょっと難しいかもしれませんが b とス1の距離 マイナス1から B に行くってことは B 引くマイナス1ということで B たす1になるんですよここの長さはねまあどう考えるかけどここが長さとしては1でしょマイナス1やけど長さとしては1長さとしては B なので B たす1と考えてもいいですでえ上底足す過程ねかける高さ B たす1割る二が台形です台形の面積を求めました次112分の1ねで引く b b けけるるの乗掛でそれが面積なんで面積が28まず2倍してここら辺消したいんですねここをここここを消しますで2倍しますでここは b の3乗で1でここはこのまま書いてますねでこれをこういうふうにかけていくのよなんか3乗でできてほんまかいなと思うかもしれへんけどこういうふうになります b+1+b の3乗 +b の2乗になります で、B の3乗がここで消えてくれるんですね。で、あとは二次方程式なので B 2、B2 乗足す B、B2 乗足す B で、1とマイナス1も消えるね、ここね。で、56左持っていって、こうなります。イコール0。で、これを因数分解したのがこちら。じゃあ、マイナス8と7になって、マイナスは、B はプラスっつってるので、B は7と。 これぐらいいは解けるかなと思いますでここでポイントなんですがこれ解けない問題多分あると思いますこれ多分解けません2番は、えー、解けないんですがまあ一応解説しますがこれはもう何て言うの数学大好きな人が楽しくやるような問題なのでもうこの無視してていいですでむずい問題は飛ばして大体次の問題をちゃんと見るようにねしてくださいね ということでやっていきましょう長方形がありますとで、まあ、こういう平面図形と言われるものなんですがこれは常に掃除を意識してください掃除ねだいたいこれでできたりします、まあ、できないこともありますはいやっていきましょうえ長方形があってここ4になるような e を取って伸ばしましたよとはい cf を求めましょうこっからここですねここはこれとこれが掃除になってるよね でここは6なのよ。この10-4って書いてるけどここ縦が10で4なので6。6対4は15対 x。ということで x は10。ね。ここら辺の計算はいいと思います。で次 AG これがむずい。AG まず何を築くべきかというとこの今青く塗ったやつが掃除なんですね。掃除ということはここの角度とここの角度が。 あミスったここの角度が全く一緒になってるはずなのよ。って考えるとここも一緒なのよね。じゃあこことああ何な,なことになった変なことになりました。とこことここの長さが一緒になってると。ねじゃあ何を求めたらいいかなって考えるとここの長さ GF を求めたらいいんやと。 で、二等辺三角形を求めるときは、垂線を下ろすと、ここも二等分されるんですね。うん。まあいいや、ごめん、ちょっと先走っちゃった。まず、ここを求めようとします。AF。AF を求めるには、えー、黄色で書くと、こここの黄色の三角形で三平方を使います。えっと、こっから、 15でここが10なのでこっからここまでが25ですよね。で三平方を使って AF を求めて5ルート29となります。ここが。で、それの半分がここなので2分の5ルート29です。いいですかで <laughs>、えっと、あと欲しいのはここなんですが。 どこやったったけこっからここ GF をじゃあ、x、としましょうか x としたらあと欲しいのはここですねここさえ分かったらこの三角形と赤にしようかなこの三角形とこの三角形の掃除でできるはずなのよこの赤と青の三角形の掃除をしましょうと。 で、あとじゃあ、ここが欲しくて、で、ここは、まあ、この青の三平方で、ここ4って分かってるからね、三平方で2ルート29と分かってますと。はい、じゃあ、どうなってるかというと、あ、書いてないんか。2ルート29で、じゃあ、あとは比を作るだけですね。えっと、x に対しては2ルート29ですよね。x に対して2ルート29は、 2分の5ルート29対1とねこういうふうになりますであとは GF を解いていくだけですねこれ内側かけると 10GF 外側かけると5かけるまあ2が消えて5ルート29かけるルート29で5かける29で、A、10で割ってあげて約分して2分の29とで G は2分の29とできます はいでこの2番はすっごい難しいですが2番ができたらまあ3番はできるんですねえっと AGE と AHE の面積が等しくなるように H を取るとえ何をしたいかというと AGE ね AGE の面積があるでしょここでここと一緒にしたいということは AF と平行になるように 直線を引きます。ねこう直線を引きますで、ここ。これが H です。で、あと HB を求めたいと。はい、じゃあどう考えましょうかというと、こう考えましょう。えっと、これね。今書いたのがこれ。えっと、AB 対 HB は平行線やしね。FB 対 GB とできるはず。 であとはもう分かってるやつ AB は10って分かってる HB は求めたいやつで b f は25分かってるしあとさっきこことここが二等辺三角形になるよみたいなやつやって GF は2分の29って分かってるから BF から2分の29引いて BG を求めてますであとは内側かけて外側かけたやつがイコールってして25で割って5分の21と。 まあ2番できたら3番できるかなという感じがですね。で次正方形がありますよ。これは結構簡単かな。中点があって立体図形ですね。でこの D と B と,えっと C がこう重なります。何で重なるかというと P で重なります。でこれポイントなんですがここ909090 90, 90になっててここが909090 90, 90で重なるのでここがさ ここがちゃん、えー、とこの EFPEFC かこれでいうとを底面とした高さがこの AP つまりここ16になってるっていうことが分かるのよねこれが大事ですはいそれさえ分かってたらあとは簡単ここの面積は88やね中点なので 8×8×2 分の1で体積はっていうとここの EFP はここと一緒やね32 かかかけけけるるる底面積かける高さかける3分の1です水なのでちょっと変やけど3分の512というのが答えですで次 P から水線を下ろしますとこの面に対してねで H とした時ここを H とした時ここ直角ななやって直角にこの高さやね pH を求めなさいとつまり底面をここと考えた時の 底面かける高さかける3分の1が3分の510になるはずなので、それを書いています。AEF 底面かける PH が高さかける3分の1が3分の510に。で AEF はこれ求めることができますよね。まあ正方形が16の2乗256からこの64、64、32の160を引いて96ね。 で9 6る p h これ求めたやつねまあ x みたいなもんですわかける3分の1が3分の512でこれを計算するとまあ3を両方わしあった3かけるかなで96で割って96分の5123分の16とはい以上ですまあ頑張ってくださいお疲れ様でした